やあ、子猫ちゃん。今日も元気そうで何よりだよ。どこにいるのかしら。おや、少し勘違いさせてしまったようだね。子猫ちゃんとは君のことさ。瀬田さん？それって。ああ、そんな沈んだ顔をしないでおくれ。期待を裏切るつもりはなかったんだ。お詫びと言ってはなんだが、私たちに縁のある子猫ちゃんを紹介しようじゃないか。それはどちらの意味かしら。もちろん正真正銘の子猫ちゃんだとも。いたずら好きの儚い子猫ちゃんでね。